満鉄連協線。連協線は、1907年、明治40年から1945年、昭和20年まで、南満州鉄道、満鉄が運営していた、日本租借地の関東州大連市と満州国の、首都新京、長春を結ぶ、鉄道路線。現在の広大線の一部、満鉄の主幹線で、初期の路線名は、満鉄本線、満鉄満州本線。 1927年、昭和2年に、連長線、満州国成立後に、連京線と解消された。大連行を起点に、中国東北部、満州を従貫する、この鉄道路線の経営権は、これに付随する、鉄道付属地と共に、日露戦争で、日本がロシアから獲得した主要な利権の一つである。大正期には、王は連絡運輸の一端を担うと共に、 内陸部で採掘される豊富な資源を内地へ送り出す貨物艦船として日本の満州支配に重要な役割を果たした。満州国の成立後は、脱港など北朝鮮経由の短絡ルートが確保されたため、貨物運輸における連協船の比重は低下したが、満鉄の看板列車である特急アジアが運行されるなど新種と新境への客路線として繁栄した。 1945年8月、満州に侵攻したソ連軍に接収され、他の満鉄経営路線と共に、中蘇共同経営の中国長春鉄路工師に編入された。1944年3月、単線改善1944年11月、単線化完了後、両島半島先端の貿易港である大連を、起点として、大石橋、宝天。 市平外を経て、満州国首都新京、長春に至る主要幹線である。特急、アジアの運行路線としても知られている。初期においては、中国東北部、満州から輸出港である大連へと南下する貨物輸送を主流とした路線で、その中心は、石炭、車用貨車と大豆、普通貨車であった。満州事変以前は、輸入商品の需要も少なく、 国交線通貨車の空車率は70%にも達していたが、満州国成立以降は建設資材の需要増などによってその差は縮小した。連協線の前身は、ロシア帝国が経営していた東西鉄道の南満州支線で、本線のハルビン駅から南下してロシア租借地の商降、ダーリニー・ダイレン、軍港旅順へ至る路線だった。 1898年3月27日、ロシアは新国から大連、旅順を咀嚼するとともに、南満州支線の付設、経営権を獲得、1903年1月に仮営業、7月に本営業を開始した。シベリア鉄道経由でヨーロッパと連絡する東西鉄道の建設は、ロシアによる南下政策の一環であった。満州を軍事占領して、 さらに、朝鮮半島を伺うロシアは、大韓帝国を保護国としていた日本と対立。1904年2月に、日露戦争が開戦した。両島半島に上陸した日本陸軍、第二軍は、同年5月に大連を占領すると、朝鮮半島に上陸した部隊と合流して、両洋、法典へ、南満州支線に沿って北上した。日本軍は5月14日付で、 野戦鉄道ひさげり部を編成して、平坦輸送のための鉄道運営に当たらせた。日本軍は、日本国内の鉄道車両を持ち込んだため、南満州支線の機関も、ロシアンゲージ、後期、機関線5 2 4 m m から日本と同じ、狂期、機関線6 7 m m に改めきされた。日露戦争は1905年9月5日に、締結された。 日露講和条約、ポーツマス条約によって終結した。この条約において、日本はロシアから関東州の租借権などとともに、東西鉄道の長春以南の経営権を獲得し、12月22日には日清満州前後条約を調印し、ロシアから譲り受けた諸権利について、新国政府の承認を得た。講和条約締結から満鉄開業までは、 野戦鉄道ひさげり部による一般運輸営業が行われた。1905年10月21日に大連駅方天駅間を呼び、旅順、栄光、武順の各支線で営業を開始。以後も営業区間を順次延長し、1906年10月11日には満鉄開業時の本線終点駅である儲けトン駅までの営業を開始している。 1906年11月26日に満州の鉄道、炭鉱を経営する国策企業として南満州鉄道株式会社満鉄が発足野戦鉄道日下げり部から鉄道路線と人員を引き継いで1907年4月1日より営業を開始した本線、後の連協線は大連役儲け当日期間で開業し9月1日に 長春仮停車場まで延長11月3日に長春駅が開業した。開業当初の満鉄線は本線大連長春間は狂気期間線6 7 m m 日露戦争中に期間線5 2 4 m m の後期から改め期されていた安佐佐具線宝天安藤間は特殊狂気期間 762mm 平面鉄道として不設であり、朝鮮半島からの一貫輸送を実現するためには、標準機、機関 1435mm への改め機が必要であった。本線は1908年5月27日より、標準機での運行を開始し、狂気車両は内地へ換装された。1911年11月には、安佐佐グ線の標準機化が完了。 1912年6月15日より、京府線、京儀線、安佐佐具線、満鉄本線定油で、普山長春間の直通列車、満線直通列車の運行を開始した。標準機械築工事と並行で進められた、伏線増設工事では上下線の輸送量の差が考慮され、64ポンド 32kg マイメートルレールの季節線、北高線の東側に、 単位重量が重い、対、魅力の大きい80ポンド、0キログラムマイメートルレールを使用した、新設線、南行線を付設した、武順線、武順炭行方面への分岐駅である池池池、トン駅から内地への積み出し港である、大連駅までの複線化工事は、標準期化直後の1908年10月27に、完成した。その先の池池池トン駅方店駅間が、 複線化されたのは10年後の1918年11月30日であった。第一次世界大戦の前後から貨物輸送量はさらに増加し、1919年から1926年にかけて、イケルケトン駅大連駅間の上り線、南行線のレールをさらに重い100ポンド、50kg マイメートルレールへと改築した。改築後の同区間には、 ミカニカたち蒸気機関車が投入されている。ミカニカたちは、不純液大連液間の石炭列車牽引のために製造された重量貨物対応の機関車で、運転整備重量は115.8トンに達した。伏線区間の閉塞方式には送信閉塞機が使用されていた1909年5月採用、1924年2月12日には、 満鉄発の色等式自動閉塞機が、大連駅近州駅間と法天駅イケル家、トン駅間に設置されている。内地と比べてもごく早い時期の導入ではあったが、他の区間では送信閉塞式のまま信号所を大幅に増設することで対応した。大連駅法天駅間の複線区間がすべて自動閉塞化されたのは、初導入から約令後の1933年11月5日であった。 なお、1927年7月15日付で、路線名が本線から連長線に改められている。1931年9月18日22時20分頃、法天北部の龍城湖、法天駅北方約 7.8km、大連起点 404.44km において、上り線の線路が爆破される、龍城湖事件が発生した。事件は、 関東軍が満州全土を軍事占領する満州事変へと発展し、翌1932年3月には不義を失勢とする満州国が建国された。満州国が成立すると、道路線はにわかに日本と満州の首都を結ぶ幹線鉄道となった。満州国首都に定められた長春市が新京市に解消されると、長春駅は新京駅に 路線名も連長線から連強線に改められた。連強線は輸送力の増強が図られ、1933年11月5日には大連駅方転駅間を自動閉塞化。1934年9月26日には大連駅新京駅間全線の複線化を完了した。同年11月1日には大連駅新京駅間で特急。 アジアの運転を開始するとともに、不山発の急行、光を、方天駅から新京駅まで延長するなど、旅客輸送の強化が図られた。1935年8月31日に、京浜線、新京ハルビンの標準機械地区が完了し、9月1日より、アジアの運転区間をハルビンまで延長した。年月日時分頃、 連協線太平山駅を通過中の下り11列車特急アジアパシナ2号機県員が脱線転覆。機関助手1名が死亡、機関士ほか乗務員2名が重傷を負う事故が発生した。当日は同駅構内の下り本線で補線作業を実施しており、側線を通過するように分岐器が操作されていた。側線通過時は時速2 0トルで進入すべきところに、 本線通過速度のまま侵入したのが直接の事故元となった。太平洋戦争の戦況が悪化すると貨物輸送強化のために旅客列車は削減、廃止されていった。看板列車である特急アジアも1943年2月末に運転休止となった。日本が世界制空権を失ったことで大連行経由の貨物が激減して、 連協線の線路容量に余剰が生じる一方、日本と河北、河中を結ぶ陸運輸送が強化され、満鉄の輸送主軸は、安佐佐具線、安藤法天、宝山線、宝天山海岸などに移行した。これら路線の輸送力強化に必要な設備、資材を捻出するため、1944年8月1日から11月3日までに連協線の34駅、 大石橋駅間 180.3km が単線化されたこの工事を桜工事と呼称した。1945年8月9日、ソビエト連邦は満州国への侵攻を開始した。同14日に中華民国、ソビエト連邦の両国は中ソ友好同盟条約に調印し、終戦後の27日にこれを公表。同条約の付属協定により、 連協線は、京浜線、新京ハルビン、ハマスハルビン満州座と、ハマ水線、ハルビン水噴火とともに、中蘇共同経営の中国長春鉄路に編入されることとなった。条約公表に先立つ9月22日に、中国長春鉄路公使の副理事長となる、カルギン中将が長春に着任し、9月30日付で、満鉄は閉鎖された。 国境内戦の後の1949年に中華人民共和国が成立。翌1950年2月の中祖友好、同盟総合援助条約により、中国朝春鉄路は中国に返還された。現在は休憩品線と合わせて広大線、ハルビン大連として運営されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。